自分で作ったキャンドルたちですね。ソイワックスっていうのは空気を清浄してくれる効果があると言われています。ソイワックスっていうのは大豆でできてますね。なので体にも悪くないですし、有害なものも出ておりません。でそれだけでも結構ね、大豆のとろっとした香りがしますが、まあちょっとね、気分を変えたいなとも思うので、こんな感じでラベンダーの香りだったり、これはねシトロネラって書いてありますが、こんな感じで入れてます。これはシトロネラメベルガモットとかな、書いてない。もうこれは商品じゃないから、今自分で使ったのでまあ分かんなくて匂いで分かりますが、これはちゃんと書いて分かるようにしているので、でまあプレゼントとかにしたかったら、ここにまたお名前のタグをつけたりとかすることもできます。まあ内入れっぽくできますね。かわいい。自分ネームなんだけど、ちょっとシンプルなのが好きなので、シンプルで、なんかお友達とかね、ちょっとお知り合いの方にプレゼントするのにいいと思います。ソイワックスっていうのは完全にこうナチュラルなので、ちょっと高いんですよ。結構このサイズ結構大きいんですよ。結構大きいです。これでも結構十分、もう何十回も使えるんですけどね、倍ぐらいあるかもしれないな、内容量で言うと倍ぐらいあるかも。なんて言ったらいいかな、そうそう、お店とかロンハーマン好きなんで行くんですけど、ロンハーマンだってもうまずソイワックスかどうかちょっとちゃんと見てないけど、それでもめっちゃ高いですよ。いくらか忘れたけど、めっちゃ高いですよっていうか、私にとっては高くて、アロマキャンドル、しかもまあ言ったら消耗品でそこまでお金かけられないなと思ったのがきっかけで、ボイストレーナーとかシンガーもやってるので、体に悪いものとか空気に悪いもの入れたくないなと思ったので作り始めたのがきっかけです。ミンネっていうアプリでしか今ちょっと取り扱いしないんですけど、それで売ってるので、よかったら気になる方はぜひ、毎回手作りしてるんで、ちょっと、手作り感あるんでね、多少神経質なさそう無理かもしれないけど、でもまあその分お安くやってますし、そんなに儲けを考えてやってるわけじゃないので、安すぎてびっくりかもしれないですけど、まあでも製品よりは3分の1とかぐらいにはなってるので、よかったらぜひチェックしてみてください。あの部屋、ここに書いてますね、あの部屋、あの部屋っていうブランドです。よかったらメニューで検索してください。今作業中なんですが、前に言ってた CD 届いてるその BGM 流してます。いい感じ。ジェイブ・エレンかな、多分私がいいと思った曲どれやったっけ。ほんでアンチャーユーかな、あ、じゃあアニー、これ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 聞いて、こういうピアノ弾き語りめっちゃかっこいい。はい、ここまで。ちょっと面白いことをしました。ここに書いてるこのジャスティン・ヤンっていう人が好きなんですけど、これわかりますかね。 CD もあれ、CD の書いたかな、CD もこのジャケットね、これ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 で、私が好きな人のと、まあ思い込んで買ったようで違う人でした。めっちゃおもろい。同じ名前すごいね、同じ名前って、まあ、ポップじゃないしね、あの人ポップスじゃん。でもイントロめっちゃいいです。これ聞いてくださいね。中がある声だけど、めっちゃかっこいい。これはこれでいい出会いです。面白かったんで撮っときます。よいしょ。
今からはすっぴんなんですけど、今からビオラルっていうスーパーに行きますね。充電がもうナイフで切れるかもしれない。いただきます。雨降ってきたん？これ寒すぎて今日何度か分からへんけど、9度ってなってきゃ本当に9度も多分ないと思いますね。寒すぎて正直ちょっと家でやることやって買い物行きたかったんだけど、なかなかこの寒さに耐えれなくて寝る気になれなかったですね。なかなか行かれへん。さっき見せたキャンドルの動画の時に2時、分かんない、12時くらいかだったんですけど、もちろん朝から起きてるんですけど、なんか朝はね髪の毛ボサボサだったし、そういうなんかスイッチ入ってないんでちょっと撮れなかったんで撮ってないですね。今流れてるのはの Let It Be ビートルズのなんですけど、本人のじゃなくて多分カバーされてるやつで、前に言ってたあの映画の I am Sam の挿入歌の CD を買ったので、それでですね、いいですね。あの映画何回見てもいいっていうか、俳優さんがすごいな。トム・ハンクス大好きなんですけど、トム・ハンクスっていう、なんだろうな、オーラを出さずにやるからすごいね。すごい、なんだろうな、なんかすごい人って、あ、もうなんかその人が出たらオーラがあって、その人は何を演じてもその人みたいなのあるけど、トム・ハンクスはすごいですよ。一瞬誰かわからないやつがあります。トム・ハンクスって思わなくてパッて見たら、え、これ、え、もしかしてこれトム・ハンクスの若い時とかさ、あ、トム・ハンクス、え、これ今のトム・ハンクスみたいな、よくわからなくなってきますけど、彼は偉大ですね。あのコメディもうまいし、本気っていうかシリアスなのもうまいし、でも私はどっちかっていうとシリアスなやつよりは、シリアスなのにシーンがあるのはいいんだけど、サスペンスとかよりはやっぱコメディ要素が入ってる方が彼の面白さとか演技力の凄さが分かるので、そっちの方が好きかな。ぜひ興味ある人は見てみてください。昔はあのグリーンマイルでしか見たことなかったので、トム・ハンクスイコールあのグリーンマイルの主役の人っていうのも知らなかったぐらいなんですけど、今じゃあね、とりあえずフールに入ってるやつは全部もう見終わりましたよ。混んでなかったらいいですけど、こちらが真っ白顔、久しぶりに車乗った。あ、そうで、今から行くビオラルっていうスーパーはライフっていうスーパー、大型っていうかね、全国チェーンのスーパーの会社の、オーガニック系食品を扱うスーパー専門の、ところなので、名前がライフじゃなくてビオラルっていうしっかりしたあの名前があるんですけど、そこね、まあ、近く、自転車でも行けるけど、さすがにちょっとあのスーパーの時はさ、卵とかもし買ったりして、まあね、結構自転車の振動ってバイクよりすごかったりするので、まあまあ車で行くようにしてます。ちょっと遠いしね、あんまりないんですよね。まあイカリスーパーとか、なんだろう、イカリだけじゃないな、あとなんだろうっけ、なんかあるじゃないですか、いろいろオーガニック系が多いのも。だけど
高いんですよね。こう信号引っかかる。高いし、まず家の近くにあんまりないので、あるかもしれないけど行ったことなくて、そっち車で行ける範囲は。だからまあビオラルで間に合ってるので、ビオラルで行ってますね。お腹減った。今日うどん一玉しか食べてないからお腹減りましたけど、なんかもうちょっと作る気もしなくて、うどんだけですね。そのオーガニック系スーパーって言ってるけど、まあもちろんオーガニックオンリーではないです。オンリーじゃないので、全然普通の売ってるし、普通の買います。生きてて全てがオーガニックっていうのは自給自足しないと無理だと思うので、そこまではね、ちょっとね、なんだろう、家庭菜園とかさ、お花育てたりとかっていうのはまだちょっと興味が湧かないんですよね。時間がないって言われて、多分ね、一番虫が嫌だからだと思うんですね。これ問題、年取ったら慣れるんかな、そこが問題ですよね。ほんまにだってちゃんとしたいんやったらさっていうところに行き着くし、ちょっとそれはまだね、いいかな。おばあちゃんがたまにくれるね、おばあちゃんが庭で育ててるお野菜をとかお裾分けしてもらった時はやっぱ美味しいですね。甘みがあるし、まあなんだろう、すごく高級のブランドに比べたら甘みはないけど、でもその農薬とかもないから苦みが全くなくて、しかももぎ取ってすぐだから新鮮だし、そういうのもいいですね。今日の晩ご飯、餃子と、なんか皮の色黄色いけど、そういうやつっぽい。これ、自分で考えた料理、美味しそうじゃない？美味しそう。グルテンフリーのマカロニとツナと貝割れ。いただきます。